せーの、ピザムです。え、なんで呼ぶ、だって早ないと思って多分入ってきてるくない今、うん、できる、こんにちは、こんにちは。今日はですね、大阪の2日目の公演を終えて、大阪でね、ショーケースをしました。2日目終わりました。さっき終わった後に、何かあるかもしれないけど、ないかもしれないですって言ってたのがこれです。3人でステージ降りてきながら、え、どうする、みんな会場でずっと待ってたら緊急告知と思って待ったらどうするっす。でもなんかあるんかと思ったって違います。これのことか。今日めっちゃ暑かったみたい。これ見に来てた皆さん体調大丈夫か。暑かったって。うん、会場が、会場もめっちゃ暑かったみたい。日本来てさ、日本めっちゃ暑いって聞いてたからさ、心配してたけど一回も外に出てないってことに気づいた。間違いない。だから暑いんか寒いんか、中寒いし、うん、寒ない、うんうん、帽子かわいい。みんな今日似合ってる。グッズやね。マスターピース、マスターピース。ドゥノタッチ触んな。触んな。なんかミサムになってちょっとみんな気ぃついてる。おっ、なんでかわかる、なんでかわかる、なんでの、歌詞も全部気ぃ強いから気が強くなっていくと合わせてんねや、コンセプト沼が注意してん、うん、入っていかないとやっぱり。あ、そうやな、普段から大事大事、うん、入っていかない、コンセプトに。沼れ、サワンナ、あんた何やったっけ、もう一個なんかあったら言ってもない、もう何かあったくない、なあ。いやだから、あれやろ、バリバリ毎日愛せ、愛を表現しろみたいな。ああ愛せみたいな、愛せみたいな。今コメントなんかあったら読んでな、うん、みんな今フォローしてくれてるとこ、うん、ほんまやほんまや、フォロワーがだんだん増えていきますね。ありがとうございます。ただいまのフォロワーは2日目、ショーケース今回、うん、昨日初めてやったんですけど、昨日はもうな、3人とも緊張で、なんか変な緊張で、うん、なんかほんまに一度も感じたことのないような、せざるを得なかった状況ではあったと思う、うん、なんかステージするのが緊張するとかじゃなくて、うん、なんか全てが緊張する、うん、なんか何かわからないモヤモヤがずっと、うんうんうん、なんか忘れてる気がする。だからあの椅子乗るところの振りが、まあ、見たい方はわかると思うんですけど、椅子乗るところの振りがあ あるやんか。そこでさ、足プルプルやからさ、しかも初めやんか、うん、なんかこけそうな、だから落ちたらどうしようと思うくらいさ、プルプルやんか。一回も前向かれへんもん。こうやって入ってくやんか、ずっと後ろ向いたわ。大丈夫大丈夫、いけるいけるいけると思って、あそこな、あそこな、そうそうそう、だから、落ちたら落ちようみたいな感じ。まず何があったかな、うん、まあ、ショーケース、コンサートじゃなくてショーケースやからいっぱいお話もしたし、うんうんうん、マンスの皆さんの質問にも答えたりだとか、いろいろやらせていただきました。どこまで言ったらいいかわからんくない。まあ今日あるからベースポイになっちゃうから、うんうん、まあ言える限りで、うん、ステージについてはちょっと内緒にしとこう、うん、内緒にしとこう、うん、今日もやったん、あれやったよ、やっただってフーが聞こえたから。あ、まあ、やってるわと思った。フーが聞こえたらどういうこと。いや、ワンスの声 でミータングのマイクにフーが入ってるんかと思った。アンコールの時に真似しといた。真似しといた。いや、一応もう東京で真似しよう、うん、東京でもするよって、うん、オッケー。一番の見せ場かもしれない、うん、一番の見せ場。さっきの見せ場ポーズ、何の意味、見せ場ポーズがある。それ見せ場ポーズでいい、もう
でももうちょっと可愛い。なんかもうすぐがやなんかだるくないちょっと。今とりあえず仮のミサノポーズがせーの。せー、だからいや言って言っていこう、せーの。ミサ。うん。ただ単に順番で順番だから。なんか他にないんかな。あ、何か意見がある方はあのツイッターや SNS などなどに、うん、あのポーズを上げてくだされば私たちが Do not touch やからさ、なんかさ触んな全部の写真やろ、笑わなあかん、もうちょっと笑ってハロー Hi once みなさん、We are Misamo。 한국에서보고계시지않을까。미사모데뷔했어요。아까팔로우했던사람들이다알고보니까한국에있는원수들아니야。아그런가。ここいな원수들。원수들도보고싶을텐데언젠가기회가된다면보여드리고싶습니다。한국은비가요새엄청많이오는거같은데어맞아정현이인스타올린거보니까엄청비오더라고요조심하시고맞아조심하시고미사모는잘여기서잘하고가도록하겠습니다はい、というわけで大阪公演は終わり、これから東京公演が残ってるんですが、意気込みをどうぞ。東京では3日間、そしてライブをの生配信をいろいろさせていただくので、そちらもぜひハングゲゲシノワンスドゥード27日東京에서할때이제생방으로나가는것도있고하니까봐주시고요미리ここに来れない원수たちもぜひ映画館などで見ていただければいいなと思います。はい、来る원수たちはぜひ楽しみにしていてください。はい、そして7月26日に私たちのアルバムがリリースされるので、そひらもこちらもぜひぜひぜひよろしくです。よろしくです。はい、ということで皆さん、また会いましょう。バイバイ。